これだけやっておけば、たとえ一日座りっぱなしでも、翌朝スッキリする、そんなストレッチを今日は紹介していきたいと思います。用意するものは、もうこのバスタオル、こちらだけ用意していただいて、もうすごく簡単で寝ながらやってできるものを今日厳選してやっていきますので、もう早速ですね、いろいろとやく言う前にスタートしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん一緒にやっていきましょう。目指すは5分間でスッキリして、翌朝の状態をよりいい状態にしていけたらと思いますので、皆さんぜひ一緒にやっていきましょう。寝た状態、仰向けの状態を作ります。でその状態で右足を左の膝の上に乗せていただいて、右足と左の足の間に右手を通しながら、左の膝を自分の方に近づけて、頭を浮かさないでそのまま地面につけたままぐーっと自分の方に膝を近づけて、胸の方に近づけて、お尻を伸ばしていきます。伸ばしている時は目をなるべくつぶって、鼻で息を吸って鼻から吐いていきましょう。伸ばしているところを感じます。これはお尻のストレッチですね。ふーっと吐いていきましょう。お尻を伸ばすことで腰痛であったり足の冷えも取れていきますので、しっかり伸ばしていきましょう。では戻して、今度は反対、右足の上に左足乗せたら、自分の方に膝を近づけていって、ぐーっと寄せていきます。ストレッチをする際は力でやらないように気をつけて、吐く息で呼吸をしながらお尻を伸ばしていきましょう。 OK、 下ろしたら今度はこちらのタオルを使っていきましょう。少し長めのタオル、自分の方に右足を近づき、膝を近づけたら、天井に向かって足を軽く伸ばして、その状態でタオルを足の裏に引っ掛けましょう。つま先の方に引っ掛けてあげるとふくらはぎの方が伸びてきます。ぐーっと自分の方に肘を床に近づけるようにして寄せてあげていきます。そうすると後ろがすごく伸びてきます。鼻で息を吸って鼻で吐きながら伸ばしていきましょう。OK、 では足を入れ替えて、左足を自分の方に近づけてから天井に向かって足の裏を向けて、ぐーっと手の力、背中をぐーっと地面につけるようにして肘を引いて、もも裏、膝裏、ふくらはぎ伸ばしていきます。ふーっと吐いて、OK、 そしたらタオルを置いていただいて、このまま横向きになっていきます。右の下の肩は自分の真下に来るようにしていただいて、両膝を曲げた状態、下の足を前に出していただいて骨盤をロックします。上の足をキャッチして膝を後ろに引いて伸ばしていきましょう。体が前に行かないようにももの前を伸ばしていきます。ふーっと吐きながら、さあ一回緩めてちょっと膝を広げて40度ぐらい広げたら、またまた膝を後ろに伸ばして足の付け根を伸ばしていきましょう。ふーっと吐いて、 OK、 体を入れ替えて反対向きになります。同じように横向き、肩を引いて頭がついたら、下の足を前に持ってきて上の足をキャッチして膝を後ろに引っ張ってももの前へ伸ばしていきましょう。反り腰であったりとか腰痛に効いていきます。 OK、 膝を開いてぐーっと後ろに伸ばしていきましょう。OK、 では体を起こして、今度は正座の状態を作って、ちょっと前かがみになってお尻、座骨の上に乗る形、そして手を後ろで組みます。そのまま人差し指を伸ばして、人差し指の方向に肩を少し落としましょう。そのまま体から
手を離していって、指に力を入れないように注意して、遠くに胸と背中を刺激入れていって伸ばしていきます。ふーっと吐いて、でスクワークだったりすると肩が内側に入りやすいので、それを自然と開いていく形で肩甲骨を使うイメージ作りましょう。OK! そしたら最後は手をくっつけていただいて、顎の下にこの L 字にした手の部分を当てたら、その目線を上に上げて、ぐーっと手で首を倒して、首の前を伸ばしてあげましょう。この時手が、肘が開かないように気をつけて、少し絞った状態でやるとより伸びてきます。注意ポイントは頭が前に入らないように気をつけて伸ばしていきましょう。OK! はい、このような形で、お尻、もも裏、膝裏、ふくらはぎ、そしてももの前、胸、背中と首の前という形で、収縮といって、こう、体の方に近づいている方をストレッチしてあげる。逆にこう、遠ざかっている方をストレッチしちゃうと逆効果になってしまうので、このように詰まりやすいところを今日は、ストレッチかけていきますので、ぜひですね、これ寝る前とか、ちょっと空いてる時間にやっていただければ、すごく快適に体がその日一日、そして朝も快適に一日座っていたとしても、いい生活は送れると、信じてますので、ぜひ皆さんトライしてみてください。ではまた次の動画も楽しみに。